はい、おはようございます。早稲田メンタルの院長増田です。はい、はい、と言って朝ごはん食べようと思います。なんか髪の毛確かにモサいっすね。なんか今自分で見て思ったんですけど、来週金曜日美容院なんで、まあご勘弁ください。ベースのパン食べます。まあ、完全食ってちょっと安心しますよね。なんかまあ、これだけ食べとけばとりあえずいいんだみたいなね。はい、いただきます。うん、うん、開けました。箱買いしてるんですけど、僕の場合はこのレーズンパンが一番食べやすいですね。もちもちしてるし。でも結構レーズンって好き嫌い分かれるんで、あんまりと思う人も多いかなと思いますね。なんか、体調が悪いっていうのもそうなんですけど、こっから先めちゃくちゃ取材とかいっぱいありますね。なんかイベントが多いですね。もう毎日ありますね。だから休みの日が、次の休みが11月4日ですね。11月4日まで休みないですね。で、4日休みがあって、10日休みとかか。で、16、23とか休みか。なんか、なんだかんだ言って週7で働いてたんですけど、最近はなんか、月何日かは休みがあるって感じですね。もちろん YouTube 等とかね、そしたらまた話別ですけど。撮るのもスピードアップして、結構曖昧にパッパッパッと撮っちゃってますね。はい。で、ちょっとバタバタしてるんで、あれですけど、先週は、まあ、ちょっと、立ててないんですけど、里前さんと10月2日にコラボして、で、なんか文章のやつの仕事が1個終わって、で、10月2日はなんか写真撮影、10月31日に本を出版するんで、その写真撮影とかしてたと感じですかね。で、3日は取材、4日は税理士さんとのやり取りで、
5日6日がいろんな家族のイベントがあって、で6日はその講演会でメンタルヘルス全般の話で、7日も取材、8日は銀行のやり取りで、昨日は割とすぐ帰ってたんですけど、まあ今日は YouTube と手帳の打ち合わせと、なんかそのイベントがあります。はい。で松崎先生とか芳賀先生らにも会うんで、めっちゃ緊張してるって感じですね。その講演会聞いてもらうかもしれないんで、僕のいやいやって感じですけど、でクリエイターのメンタルヘルスっていうテーマで話をするっていうことなんですけど、ちょっと自分なりに何て言うのかな、クリエイティブっていうものについて考えたり語った方がいいのかもしれないですね。まあ僕自身もクリエイターであるっていうことをなので、という趣旨で呼んでもらってるんで、まあ僕自身の内的な葛藤も含めた方がまあいいんだろうとは思います。で増田祐介って何なのかっていうこととか、まあいろいろ取材とか受けたりとか最近多くて、いろいろイベントに呼んでもらうんで、なんかどういうふうに今後のキャリアを進めばいいかよく分かんなくなってくるんですけど、なんか自分がなりたいものとはまあ別の方向に来てるという感じはもちろんしてますね。なんだろうね。僕のやりたいことというよりは、もうちょっと経営者っぽいことを本当はしたいんですよね。でも多分それは認められてることとは違うんだろうなとは思っていて、もっとどんどんイベントに出てきたりとか、いろんな問いをもらった時に自分の中でクリエイトをしていくってことが重要なんだろうと思っているって感じですね。でコンテンツを作り続けることが、まあ、求められていることなんだろうとは実は思ってると、思ってはないですね、感じてはいるという感じかな。なんかうまく喋れないですけど、むずいね。なんか全然考えて、ちょっといろいろ動画撮る前にいろいろイメトレしたんですけど、その通り喋れてないですね。まあでもクリエイティブをやっていくべきなんでしょう。そして僕の中でスタイルっていうのができつつあります。クリエイティブをなこと YouTube の病気を解説するっていうだけだったんだけども、やっぱりスタイルができつつありますよね。それは思う。仕方がないとか生まれてきてよかったっていうのが僕のスタイルですよね。これを極めていくっていう、なんかこの結論っていうのが僕のスタイルでもあるし、合ってますね。でもやっぱりこれはスタイルなんですよね。だから普遍性がある一方で、やっぱり相性っていうのもあるようなものなんだろうとか、このスタイルを使いこなすには、まあ、もうちょっといろいろな要素もあるだろうし、なんとなくね、同じこと言っても別のことのように聞こえちゃうこともあるだろうし、なんかどういうか難しいですけど、なんかうまく言えないですね。コンテンツっていうのは緊張と緩和なんだっていうことを考えると、緊張、すごいギリギリまで緊張をしていく、緊張を高めていってって振りですよね。でその後緩和をさせる、ファッとやる。そうすると笑いにもなるし感動も生まれる。緊張と緩和、どこからが振りなのかって難しいですよね。だから日常生活が緊張振りであり、コンテンツ自体が全部の全てが緩和になってるかもしれない。
コンテンツの中に緊張があり、コンテンツの中に緩和があるかもしれない。だから、なんて言うんだろうね。なんかモヤモヤっとしてますけど。僕が思うに、病的な緊張の中に皆さんがいると思うし、僕自身も病的な緊張状態にあることは多いと思うんですね。僕が思うのは、いつも自分が子供の時の自分のことも思い出すんですけど、中学生や高校生の時の自分、まだ医師免許とか取る前の自分ですよね。こんな医学部なんか合格できるわけがないと思った時の自分とかと対話をしたり考えたりする時に、思春期とか世の中が見えてきた時に、困惑した時に、まあいろいろ、悩んでたと思うんですよね。でも僕は多分その当時一番究極悩んでたことは、関心があったこととは何かっていうと、純粋に言うと死ぬっていうことですよね。終わりがあるっていうこととか、時間とか死とか宇宙とか、なんかそういう自分の意識とか、そういうものに興味があったんですよね。でもそれはなんかこう研究をしていって、脳とはどういうものであるとか、そういうものを研究していくとか、そういうことに関心があったというよりは、もうちょっとどういうふうにこの死とか命とかを理解したらいいんだろうっていう体感的な理解を求めてたっていうのはあるんですよね。だからまあアルコールとかサイケデリックなカルチャーにも関心があったっていう、関心がなかったわけではないって感じがしますね。で、まあ、結局究極の生とか死って何かっていうと、軍隊であったりとか、精神科医療の狂気の世界だったり、緩和ケアの世界だったり、いろいろ見てきて、そしてそういう中で、体の中で覚えてきたことっていうのがたくさんあるんですよね。でクリエイティブを今やってると。でその中で見えてきたことを、コンテンツに移し替えていくっていうことが、まあ僕の使命でもあるんでしょう。でも結構僕は先にいると思うんですよね。実は最近そう思いますね。ずいぶん僕は そういう自分のスタイルの中で、まあ自分のスタイル自体をその相対化して見れてないんですけど、まだ。でもその中では結構先に来てるなとは思うんですよね。なんか見えてきてるものも多いし、あるがままを見たりとか、その性っていう有限性の中で自分をうまく使うというか、それをちゃんと話すってことなのかなと思いますね。まあ結局結論は何かっていうと、仕方がないとか、生まれてきてよかったっていうことだし、その生まれてきてよかったってものはやっぱりこう何気ない日常の何気ない幸せだったりするし、緊張とは何かっていうと、うつのような病的な緊張から、僕の普段の生活のハードワークみたいなものもあるかもしれないし、結論だけ言うとそんなに大したことではないんだけれども、でもなんかこうその中である見えているものとか、時代の有限性とかは、まあ見えてきてるんじゃないかなとは思いつつ、なんかうまく言えない気がするな。いや来週以降結構忙しいんですよね。明日はね、何もない、夜何もないんで YouTube 取りだめて準備して、で土曜日 YouTube ライブ、日曜日学会、月曜日コモリのイベント、で来週水曜日ミキア先生とかね、あったりするんですけど、
まあいいでしょう。なんか、はい、じゃあ終わります。じゃあまた。